こんにちは、大木町議員の小田隆です。今日はですね、この半年ぐらい前から、妻がハマっている観葉植物のお店をですね、いくつか紹介していきたいと思います。こちらはですね、ナフコさんの八女店で、442のバイパス線沿いにある新しいナフコのお店ですね。いくつかお店、私たちはよく行っているところがあるんで、ご紹介したいと思います。それでは、レッツゴー。次回は園芸専門店を紹介します。またね、バイバーイ。